パルバーン州、パルバーン州はアフガニスタン東部の州である。面積は5715平方キロメートル、34集中26位。人口は163万人、34集中14位。人口密度は111人、平方キロ、34集中6位である。州とは、パルバーン州やパルワン州、パルワン県とも表記される。 日本の三重県と同じくらいの大きさの州である。州の南東部は、それ以外は、ヒンドゥーク州三味である。州の北部には、サラン峠があり、西には、バーミアン州の南には、シュトカーブル、北東には、パンジシール州の矢があり、交通の要所になっている。平野には、西から、北から鳩が流れ込み、緑豊かな田園が広がっている。軍事的な要所でもあり。 州都の南にはバグラーム空軍基地がある。古代のインダス文明はメソポアミアハラッパーロを通じて金などの貴金属や木材をメソポタミア文明に輸出していた。ガンダーラの首都はタキシラにあり、パルバーン州やカーピーサー州、パンジシール州周辺の峠はヒンドゥクシュ山脈を越える交通の要所の一つだった。そのため、紀元前6世紀頃、 現在のパルバーン州バグラーム郡のあたりには、ムダーラの都市と砦があったが、前530年にアケメネス町のキュロス2世が砦を破壊しがいを占領した。アケメネス朝では、町はカーピジャカーニシと呼ばれており、ベヒストゥンヒブンにも登場する。前522年、キュロス2世の後を継いだ、ダレエオス1世に対して、バヒアズ型が反乱を起こしたが、この付近で敗北した。 全481年、ダレーオス1世の後を継いだ、クセルクセス1世はギリシャに攻め込み、ペルシア戦争が起きた。ベヒストンヒ文によると、クセルクセス1世の軍勢の中には、スキタイの剣で武装したカピの住民、カスピ人がいたという。紀元前4世紀、アレクサンドロス3世がアケメネス朝に攻め込み、全330年にカピサを占領した。 アレクサンドロス三世は町を再建し、カウカソス三例のアレクサンドリアと名付けた。この町は、ヒッポダモス方式と呼ばれる、格子状パターンの古代ギリシャ都市計画で建設され、後に、グレコバクトリア王国とクシャーナ朝のこととなった。紀元前2世紀頃のカピサでは、都市女神、カピサに対する信仰があり、エウクラティデス一世のコインに、インド風の装飾で描かれた。 616年、カピサにあった、カヒツシ国、カピシ国は、随に施設を送った。629年、現状三蔵がインドを目指して、塔を出発し、西特結の庇護を受けて、カヒツシクにまでたどり着いた。カヒツシクには、農産物が豊かで、名馬を産出し、諸国の物産が集まる、国際的な公益都市だった。カヒツシ国には、周囲重要さと、 約4 4キロメートルの都の城があり、大城仏教が盛んで100余のガラント6 0余人の僧侶がいた。都の城を治める王は、ソグド人とも言われ、毎年銀製の仏像を作り、武者大家で資金を集めて貧民に配っていた。現状は砂、落火寺、シャーラカデラに滞在し、高さ10余弱、約33メートルの仏像を備えた、カツラコラ、総外。 ラーフラ総ガランや平バツラツホコラ城、イタ板原市城、アロ、山、アルノ山や、大雪山、仏車両を収めた、旧王のガラン、近藤の仏塔を備えた、旧王妃のガランや平社楽船、ビールサーラ山などを見学した。同じ頃、過失宿には塔に施設を送った。13世紀、チンギスカンが、ホラズム社長を攻撃した。 ホラズムシャー長のジャラール・ティーン・メングベルディーは1221年にパルワーンの戦いでモンゴル軍の一つを打ち破った。1950年頃はパルバーン州はカーブル州の一部だったが、1957年までに分割されて独立した州になった。2004年4月、パルバーン州からパンジシール州が独立した。10月、 1> 第1回の大統領選挙が実施され、パルバーン州では、ユーヌスカーヌーにー、約58%が、最多得票を得た。2009年8月、第2回の大統領選挙が実施された。パルバーン州では、アブドラ・アブドラ元外相が、最多得票、約63%を得た。2012年12月、イサフ軍は、新割軍や、シアゲル軍以外の治安権限を、 フガニスタン軍に移動した。一支級を要する人口が多いのは、平野部にある州都チャーリーカール、約17万人と、バグラーム軍、約10万人だが、周辺のシアーフギルドゴールバンド軍、約9万人や、ジャバルース・サラージ軍、約6万人の人口も多い。人口1万人以上の都市は、州都チャーリーカール、5万3900人である。 パルバーン州の農業は家計収入の約4割39%を占める。特にモモ34集中2位やグレープフルーツ34集中3位の生産は全国的に見ても盛んで、リンゴ34集中7位、アーモンドやザクロ34集中8位もかなり生産されている。パルバーン州の主要言語はダリー語とパシュトゥー語であり、 割合は5対2である。敷地率は31%だが、州とチャーリー・カールにはがある。パルバーン州の南北には、幹線道路のアジアハイウェイ7号線が走っており、マザーリ・シャリーフやカーブルとつながっている。7号線は、チャーリー・カールとジャバルウス・サラージの間で分岐七77号線となり、バーミヤーンを経由して、ヘラートとつながっている。空港は、バグラーム空軍基地がある。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。